ロナルド・フェデリコ・アラウホ・ダ・シルバは、ウルグアイ・リベラ出身のサッカー選手。FC バルセロナ所属。ポジションはディフェンダー。リベラで生まれたアラウホは、地元のクラブであるウラカンデ・リベラの CA、レンティスタスに加入した。2016年9月24日、西軍ダ・ディビジオン・プロフェッショナルのタクア連邦、FC 戦で、プロデビューを果たした。 2016年12月9日、セントラルエスパニョール FC 戦でプロ初ゴールを挙げた。2017シーズンにはレギュラーに定着し、2017年6月17日に、ビラエスパニョール FC 戦で、ハットトリックを達成した。2017年7月28日、プリメーラディビシオンの CA ボストンディーベルに移籍した。9月18日、エルタンケシスレー戦で、 マキシミリアーのシガレスとの交代で出場し、デビューを果たした。2018年8月29日、FC、バルセロナ B に移籍した。移籍金は170万ユーロであり、2023年6月30日までの5年契約を締結した。2019から20シーズンには、サミュエル・ユムキティの負傷とクレイマン・ラングレの出場停止というセンターバックの人員不足を受けて、 2019年10月6日、セビージャ FC 戦でトップチームに招集され、後半73分にジャンクレールとディボとの交代でトップチームでの初出場を飾った。初出場でも落ち着いたプレーを見せるも、87分にディフェンスライン裏に抜け出したハビエル・エルナンデスをペナルティエリア手前で倒してしまい、レッドカードを提示され一発退場を受けた。ありがとうございます。